吉田さん、なんかね「吉谷プライム」もいいんですけども振り返ってみるとなんか普通の人がものすごくねお金持ちになったり普通の人が理想通りの暮らしを送るようになったり全員ではないんですけどもそういう人がね、まあ、増えてきたなっていうのは誰しもが認めるところですよね。あの最近ね朝倉未来さんっていうね格闘家の方ストリートファイト系の格闘家の方の動画も見るんですけども。 ここににそれれが顕著てていてまあ朝倉未来さんっていうのはね一昔前で言うとまあ喧嘩自慢ですよ通常でしたら逮捕されて日の目の暮らしでゆくゆくはなかなかね難しい仕事についてなんとか生きていくみたいな30代40代になってもなんか生活不安定で人からね恐れられるけども尊敬されることはなくなんかすごい日陰の存在だったと思うんですよでも今 朝倉未来さんは格闘界でその名を知らない者はいないぐらいの、うん、でボクシングの竹原さんともねお会いしてその力を認めてもらったりとかねでその朝倉未来さんのやってる動画ってのがものすごく再生数何百万回も上げたりとか切り抜き動画も人気だったりとかね朝倉未来さんの月収が大体ね4,000万とか5,000万らしいんですよ安定して。 その他にもプラスアルファいろいろあるみたいな感じなんですけどもで自分たちの昔からの友達をスタッフに添えてその売り上げのね10%を5人なら5人に10%ずつ上げてるみたいなんですよだからみんなの給料も毎月200万から300万ぐらいあってもう見違えた暮らしになったみたいですよね。で朝倉未来さんが言うには、まあ、友達にはやっぱりねあの豊かになってほしいから自分の収入を もっともっと上げたいとかそんな形も言われてましたよね通常を知らない人を雇うとなるべく安く使おうとするからそんなことにはならないですよね結集二十万とか三十万が関の山じゃないですかでもなんかね、昔からの友達を大事にしたいとか仲間を身内を大事にしたいっていう人がこうやっているんだなっていうこととで、朝倉美久留さんも言ってみればあの普通の人でやるはずなんですよねそんなね、パンチの力とか格闘家としての力がどんなに強くても ななかかか難しかったと思うんですよあの雑誌に取り上げられたりとか番組で取り上げられたりとかねオリジナルビデオを作ってもらったりとかっていう風な横からの資金が流れないと難しかったのは朝倉未来さんは YouTube を通じて自分のファンを獲得して自分の道場のね自分のジムですかジムの生徒さんを増やしたりとか話題が話題を呼んでたくさんの人から注目されて。 でなんかこう朝倉未来に勝ったら1,000万みたいな企画もやって挑戦者が出てきたわけじゃないですかで挑戦者と戦った後で挑戦者と仲良くなってうんまさにね少年漫画みたいですけどもでそこで取り上げられた対戦相手もんか YouTuber としてデビューしてねいきなり高アクセスとかチャンネル登録10万人すぐ突破したりとかっていうふうにいい影響を与え続けてるんですよねこれ普通の人一言昔かし前で言ったら普通の人がやってることなんですよ で、全員ではないんだけども、こうやって際立った特徴の普通の人が、一人ずつこうやってね、有名になってお金持ちになって、自分らしい生き方をしていく。先ほどのみくるさんだったら、本来だったら格闘技をやめてね、固い仕事に就くみたいなことを、一昔前だったらやらなくちゃいけないのに、格闘家としての人生を全うできそうなんですよね、こうこ,こまで来たら。すごいことだなと思いました。もちろん、 朝倉美久留さんを真似て自分は格闘技でなんとかのし上がっていくんだっていう人はこれからも出ると思いますけども残念ながら今はね朝倉美久留さんがその王者に君臨している限りは同じ路線では難しいんだろうなと喧嘩自慢を倒すみたいな感じでは難しいんだろうなと思いますよねそこには一定のユーモアとか企画とか必要だと思いますしあとねやっぱりこう温かい心がないとずっと続かないと思うんですよまあそういうのがあってねあ,のあらゆる場面で普通の人が 普通から脱出してるなと思いますねこれがだからインターネットの力かなと思います。今まで埋もれていた才能が出ていく。その代わり相対的にタタレレンントトさんっっていいうのがににななりにくくなったとも思いますよ昔芸能プロダクションとかに入って事務所からデビューを約束されてみたいなルートがありましたけども今度逆にね普通の人がそういう事務所をすっ飛ばして勝手に有名になるわけですからじゃあ昔で言うタレントの道っていうのは そんなにね確実でもなければ目指す道でもなくなってきたんじゃないかなっていう気がしますよね、うん、いろんな人生があるもんだなと思いました、うんまあ、まさにねあの無料でずっと出してたのを有料化しますよっていうふうなのは吉谷さん吉谷プライムだけではなくて私の即果塾もそうなんですよ即果塾はもともと2017年の末にねセールスを初めて 始めたんですけどもそれまでずっと無料のライブ放送をずっとしてたんですよで来月から3ヶ月間有料にしますよっていうふうに言ったんですよ3万円で、えー、入会した人には私のライブ放送今まで通り見れるけどもそれ以外の方にはお見せできません3ヶ月後にお会いしましょうみたいな感じでやると400人入ってきたんですよ <laughs> 400人ですよ、ね、3万円皆さんねまあその時に速家塾を30万で出して頭金が3万円ですよっていう説明をしたんで ああいいう長い動画にね1時間ほどの動画になったんですけどもあれで400人入ってきてくれましたからね30万の400ですよだからね無料でやってたものを有料にするとなるとその無料の動画がもう完全にね自分の必要な養分になっていた自分のモチベーションになっていた人から見ると3万円ぐらいだったら払いたいっていう気持ちになるんだろうなと思うんですよで有料にふさわしい内容もちゃんとお届けできたと思いますんでね えー、それからというものをずーっと参加何3万円30万3万円っていう形で今までやってきちゃったんでもう5年目になるわけですよねあれをね本当に3ヶ月だけ有料にしてその後はまた無料で開放しようかなと思ってたまに商材出そうかなって思ったぐらいだったんですけどもおかげさまで速価塾っていうのは新しい形になって5年になりましたね、うん、でおかげさまでね本当にね投資に突っ込んだお金ほんと1円たりとも キャッシュアウトせずずにややっっってこれれたのはやっぱビジネスがずっとお金を生んでくれたかなと思うんですねだ投資の儲かった分であの利回りとか配当とかってのありますけどもじゃあそれで暮らしてるかってと実はそうじゃなくってビジネスでたまに上がった売り上げが今のところ有効に働いてるんでまだ投資で入れた分そっくり残ってますからねうんなんか結構ね順調にビジネスも回してきたかなと思いますよね。 月間100万とか200万これで使ってきましたからね。うん時にはね300万とか。あの車検の時がでかかったですね。車検プラスセルシオ100万で買って車検が100万だったのにじゃあ生活費と合わせてね400万近く出ましたね。あの単月で。これもだから普通の人がやってきたことなんですよね。普通の人普通の人っていうか、まあ、マージャン店の親父ですからね吉谷さんね。 今、私の動画を見てる人の中にも、麻雀店の親父時代から知ってる人もいますからね。<laughs> まさかね、あの時に5年後、10年後こうなるとは、私も予想してなかったですよね。い <laughs> ってらっしゃい。